じゃあ、いきますよ。はい。1個目いきまーす。はい。はい。歌い手以外の4人の共通点が知りたいです。はい、ですって。例えば、俺とマフって食べ物の好みが似てるとか。ああ、似てるね。あと、ほら、マフとソラルさんだったら、オフで多分、エイペックスやってるとかじゃない？やってるね。うん、やってるね。やってんすか、本当に。やってるね。どれぐらいの頻度で？なんか、一時期は結構毎日のようにやってたけど、俺が最近ライブとかであんまりやってないから、最近そんなやってない。いいね。けど、なんか、一緒のカスタム出たりとか、大会やったりとか。はい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 。意義あります。意義あります。なんだまず一時期は毎日のようにやってたけど、って言ったけど、多分俺とソラルさんが最大で連続でやった日数は2日で、あ、いや全然やってねえじゃねえ。一時期は毎日ようにやってたけど、は絶対嘘で。アフはもっとやりたいって言ってますよ、そらさん。それで、多分ね、もっとやってると思うよ。多分マフマフの記憶から消えてるよ、それ。最近エイペックスやってますか？いや、よくやってるよって言ってたけど、まあ、ここ1ヶ月ぐらいはおそらくやってないですね。あれ？うん。かわいそう。やってないっすね。マフだってずっと言ってるもんね。でもマフラグ結構なんかさ、俺がインするとフルパノでやってない？あ、普通にランク回してるんすよ。そうだからさ、うん、いいなって、いつでもなんかフルパで回していいなと思って見てるけど、いいな。でも仲良くしてくださいよね。やろうって話してるんですけどね。分かれた。いや、近々ね、一緒にやるということで、ね、うん、はい、なんだっけ、1個目の共通点ね。共通点